識が足りないというか、なんというか。ごめんなさいっす。君はいいんだ。聞いているのかね、朝宮君。大体だね、背が低かろうが童顔だろうが男子であるわけで。なぜそこで赤くなる。ともかく自覚を持ちたまえ。神宮寺さんは素直な良い子だが、だからといって全てが許されるわけでもない。特に周囲の人間が気づいてやらねば、大変なことになってしまってからでは遅いんだぞ。ちなみにだ、こういう事態は管理者の責任問題になるわけだ。僕としてはいつでも腹を切る覚悟だが、麻世先生はそうもいかないのでね。今いろいろと働きかけているから、まあそのなんだ、このことは他言無用ということでいいね。いいね。はい。まったく。私が悪いんだし、ヨシキと一緒なら別に嫌じゃないから。男子諸君、さあね。肝試し。それはまた古めかしいものを。温故知新って言葉を知ってるかね。古いものもそうそう悪いばかりじゃないかもよ。あって、将棋なんかをやってるあんたらには釈迦に念仏かな。私、そういうバンドが。あゆみは黙ってて、ね。
く夏休みなんだから遊べるときはいっぺんに遊んでおけってこと。というわけで下調べと準備は昼間のうちにしておいたんだ。実はずいぶんとまたしっかり計画を立ててらっしゃる。本当に今回の合宿は息抜きだけと？初日は誰かさんがダウンしちゃったからね。日が暮れたら浜辺に移動ね。あ、女子は例のあれに着替えとくこと。それは見てのお楽しみ。
だしね。来てこいって言われたけど、タスクチンに肝試しって何か聞いたら泣きそうな顔してたから、楽しくなさそうなことにおめかしとかしたくないっす。いいけど眠い、帰る。
悪かったっす。
男が。 ちょっと。 勘違いしたら殺すわよ。
歩みは。こんなやつ。だから黙れって言ってるでしょ。あの子、何もなかったように笑ってたけど、私には分かるんだから。他の誰も気づかなくたって、私だけは分かるんだからね。ごめんじゃないわよ。何したのか答えなさい。なんか言ったらどうなのよ。弁解したりとか、それは誤解だとか、いろいろあるでしょ。何なのよ。あの子はね、あんたなんかが関わったりしていい子じゃないんだよ。あの子はあんたなんかと釣り合いが取れるような子じゃないんだから。そこんとこ忘れないでよね。言わなくたってわかるんだから。また歩美が何かやってあんたを巻き込んだのかもしれないけど、あんたがそれに甘えていることだってちゃんとわかってるんだからね。もうこれ以上、あゆみに近づかないでよね。あたし、あんたみたいなのは